どうも高井です老人が老人を介護するという社会問題、老老介護問題で、なぜそんな状況になってしまったのかについて話していきます。まあ、少子高齢化、超高齢化社会ということはお分かりだと思うんですが、93%の方が年を取って、その後も老人ホームなんかで過ごしたくないし、引き続き自宅で、 介護をされても生活したいっていう方が多いわけです。で、それかなっている方が85%。85%のうちの3割が、息子さん、娘さんがまだ一石続き自宅にいらっしゃって、その息子さん、娘さんが1日介護してくれる、もしくは半日介護してくれるっていうことなんですね。ところが、そういかない方も当然あります。息子さん、娘さんが、 都会の方に出て行って出稼ぎしていてとてもじゃないけど行けないもしくは行きたくないって方もいらっしゃるでだったらヘルパーさん呼んだ方がいいよねってなるかもしれないですけどプライドがあって自宅に招き入れたくないだとかそもそも40歳以降は認知症だとかアルツハイマーだとかじわじわと迫っていって。 20年の最でアルツハイマーなんて発症するわけですよ。そうすると、もう、助けてが呼べなかったりするしね。その問題を知ってるか知らないかでもでかいんですけど、まあ、外からヘルパーさん呼ぶのが嫌だっていう方もいらっしゃるわけなので、だとすると、息子さん、娘さんが、 10年ぶりに帰ってきましたとか20年ぶりに帰ってきましたって言った時にもう助けすら呼べない状況になってることを知ってるか知らない方もでかいわけですなので家族間のそういう問題解決するのも難しいでしょうしそういうフレンドリーに接しているか接してないかっていうそういう過程を持つかによっても おそらくこの問題はだいぶ違ってくるんじゃないかと思ってます。で、じゃあ別に近所さんと付き合いあるだから、その人たちに頼ればって思うかもしれないですけど、過疎化しすぎていて、そこまで過疎ってくると、近所の人たちも、まあ、こんな感じですよね。五輪中ということで。ってなってくると、 いよいよ助けを呼ぶ先どこですかって話になってくるんですよね。別に国に頼っても別にいいんではいいんですけど法律がそこまで追いつくかとか施設がそこまで追いつくかっていう問題もあるわけです。だってねパートナーだってほぼほぼそのおじいさんおばあさんたちの世代って言ったらほぼほぼいつ倒れてもおかしくないのに。 この状況が続けば当然もう頼れるのはパートナーしか会えないからパートナーの奥さん側旦那さん側どれくらいヘルプしてくれるかというと介護してくれるのが奥さんが7割旦那さんが3割ということでまあそれは妥当な路線だよねって思うわけですよ基本的には女性の方が長生きですから約10年間 の介護生活をパーートナーにほぼほぼぼ責任を負わわせてるわけなのでこれから先気が重いなって方は家族の関係修復だとか連絡を取るっていう手段を確立するのが一番あなたにとっての老後生活の一番の幸せポイントになるんじゃないかなと思うんでこの本はそういう意味でも考え直すきっかけを与えてくれる本だと思うんで皆さんもよろしかったら一読お願いします それではチャンネル登録者が一人増えるだけでも助かります登録お願いしますそれでは